保安庁、最新大型巡視船、巡航型3番艦、弓張が進水式を行いました。今回は、この、弓張の進水建造から進水、配備予定までを詳しく見てみましょう。中国に対して、はるかに、船の数が足りていませんが、日本も、大型の巡視船を相次いで建造しており、今回は、低コストこれまでの 66% くらいの価格で、大型の巡視船ができたって、これも気になりますね。海上保安庁に、新たに配備されるヘリコプター搭載型の大型巡視船が、弓張と命名され、2023年2月21日に建造中であった、山口県下関市にある三菱重工業者の下関造船所において、進水式が行われ、いよいよ、始動の日を迎えました。2番艦の朝凪に続き、およそ173億円をかけて建造された弓張は、ヘリコプターを2機搭載できる大型の巡視船で、全長およそ140メートル、全幅 16.6 メートル、総トン数およそ6000トンで、来年度中に海上保安庁に引き渡される予定である。沖縄県の尖閣諸島周辺の領海警備や海上犯罪の取り締まりなどにあたり、警備体制を強化するために配備される予定である。海上保安庁の谷津康彦装備技術部長は、就役後は海上保安体制の強化を図り、国民の皆様の安全安心に寄与すると確信していると話していました。弓張は海上保安庁の巡航型巡視船の3番艦で、巡航型巡視船はヘリコプター2機搭載型 PHL パトロールベッセルラージウィズヘリコプターに分類され、海上保安庁の巡視船としては最大級の大機である。巡航型巡視船には、1番艦の巡航、2番艦の朝凪と、今回の3番艦弓張を含め、3隻すべてが三菱重工業者の下関造船所において建造されており、1番艦の巡航は、すでに鹿児島県海所保安部に配属されています。2番艦の朝凪は、2022年6月に進水しており、全長140メートル、全幅およそ 16.5 メートル、総トン数およそ6000トンで、海上保安庁で最大級である。3番艦の弓張と同様に2023年中に就役し、海上保安庁へ引き渡される予定です。海上保安庁が誇る大型巡視船であるヘリコプター1機搭載型の総トン数が7300トンを超える黎明型がよく知られていますが、黎明型は尖閣諸島を含む南西方面の警備体制を強化する目的で、計3隻が建造されました。そのため、大型の巡視船が必要な場合に対応できるよう、船体の規模では、海上自衛隊の護衛艦に匹敵すると思われる大きさであり、他の巡視船とは異なり、軍艦に近い設計となっているために、1隻およそ262億円と、非常に高価である。これまで、予算を圧迫しながらも、大型巡視船を相次いで建造してきましたが、コストパフォーマンスのいいものが求められるようになり、黎明型と似ているものの、一回り小さい、巡航型が建造されることになったのです。巡航型が建造費用を抑えるために言ったのが、商船構造にすることでした。軍艦構造と商船構造の違いは、規格であり、軍艦構造だから、強固であるというわけではなく、国際規格に基づいた商船構造であれば、長期の航海に全く問題はありません。商船構造だから質が良くないというものではなく、商船構造を採用した軍艦も多数存在しています。このように、黎明型の 66% までにコストダウンを成功した巡航型ですが、今のところ、
3番館までの建造が決まっていますが、コストを抑えることで、続いて建造されることも考えられます。長期の展開に対応するとともに、現地対策本部としての役割も期待されたことから、食料や物資の搭載スペースが確保され、災害対応区画も設置された。また、居住区画についても、配置や振動抑制など居住環境の充実を図った設計がなされている。それに加え、他の巡視船への支援能力も備わっており、水や燃料等を供給できるほか、他船の乗員を一時的に休養させる母船機能もあり、海上自衛隊の伊豆も、片護衛艦と役割が似ており、いざという時は、洋上基地にもなるでしょう。近年の中国海峡局の著しい海洋進出による船の増加や大型化、重武装化に対して警備力を強化するために巡航型にこうした母船機能が付与されている理由ではないでしょうか。速力が25ノット以上との要求があったことから、本級でも高速から低速までをカバーする4機のディーゼルエンジンを採用し、可変ピッチプロペラの二軸推進となっています。建造コストを抑えたことから、重機出力が小さく最高速力に差がある可能性も指摘されていましたが、実際には短期出力9000馬力の機関が4機調達されており、出力は合計3万6000馬力が確保されている。ヘリコプター搭載型が特徴である巡航型の能力は、エアバスヘリコプターズ社製の EC-225 シュペルピューマ MKII 多層2機収容できる格納庫を備えており、配備自体も常時2機を搭載する運用となっています。巡航型巡視船には、兵装としては40ミリ、機銃を1機と20ミリ、の M61 バルカン砲2機を搭載しており、遠隔操作式の放水銃や停船命令を勧告する電光掲示板などが揃っており、巡視船の中では最も重武装が施された船の一隻だと言ってよいでしょう。今回、進水した巡航型巡視船の3番艦、弓張は中国の領海への侵入に対し、尖閣諸島周辺の警備に当たることがすでに決定していますが、中国海峡局はさらに増強を進めており、情勢は常に変化しています。海上保安庁の中で最大規模を誇る管区であり、沖縄県那覇市に保安本部を置く海上保安庁の第11管区海所保安部が、尖閣諸島を含む沖縄地方の東シナ海及び太平洋の警備を行っており、尖閣領海警備専従部隊があります。この第11管区内には、中国と台湾が領有権を主張する尖閣諸島があり、他管区からの応援の巡視船を受けながらも、常に尖閣諸島の海域に巡視船を展開させてきました。1971年以降、中国や台湾が尖閣諸島を自国の領土であると主張してきましたが、2012年9月に日本が尖閣諸島国有化を行ってから、中国政府の公船の徘徊や領海への侵入などの事案が増加し、進出を強めた。これらの中国による行動は、尖閣諸島は中国固有の領土であるという主張をもとにした行為であり、周辺海域への徘徊や領海の侵入を繰り返しています。このような中国による接続水域入域と領海侵入を受け、警備体制の強化を余儀なくされ、巡視船を建造し、12隻の巡視船からなる尖閣領海警備専従体制を構築し、2018年までに小型の巡視船9隻を宮古島海上保安部に配備した。こうして組織された尖閣諸島の周辺の領海に対する尖閣領海警備専従体制だが、強大な国力で中国海峡局は
海上保安庁の船舶をはるかに上回るペースで増加を続けており、侵入の頻度も増加する一方である。そこで、日本は2019年度末までに新型ジェット機ファルコン 2000LXS を3機配備して、尖閣24時間監視体制を完成させました。海上保安庁は、尖閣諸島周辺のパトロールを行う専属部隊を立ち上げたが、それでも中国海峡局は年々船を増加しており、そのため海上保安庁も同海域に長期間泊まって任務を行える大型の巡視船を相次いで建造しました。その一連の流れに今回、浸水した巡航型巡視船の3番艦、弓張も想定されており、大型で万能に使える巡視船を、尖閣諸島周辺の海域に、領海警備専従体制として投入する、大きな役割ではないでしょうか。中国海峡局は、2018年の再編成により、武装警察部隊に編入されており、もともと海軍が運用していた艦船の移管も行われており、軍艦と同じ手法を装備した艦船も確認されるなど、尖閣諸島周辺での摩擦が懸念されます。中国は、2021年1月、海峡局の職権や権能を定めた海峡法を制定し、曖昧な適用海域や武器使用の権限等、国際法との整合性の観点から問題がある規定が含まれており、それによって、日本を含む関係国の正当な権益が損なわれるようなことがあってはなりません。中国海峡船は、領海侵入の際に日本漁船に近づこうとする動きを見せたり、砲を搭載した船舶が領海侵入したりするなど、尖閣諸島周辺において、日本の漁船の自由な操業を妨げています。尖閣諸島は、歴史的にも国際法上も疑いようのない日本固有の領土であり、日本はこれを有効に支配しており、したがって尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しないと思われます。今年2月には中国海峡局が艦船およそ150隻の実動体制を始動させており、日本の巡視船との数の差は大きくなるばかりです。尖閣諸島周辺において、中国が活動を活発化させ、偶発的な衝突の危険は避けなければなりません。日本政府関係者によると、中国は船の量で日本を圧倒しており、これまで保たれていたパワーバランスが失われてしまったと危機感を強めているという。尖閣諸島周辺の我が国の領海内での中国海峡船の活動は、そもそも国際法違反であり、台湾や南シナ海においても、その領有を主張して、独自の主張を押し通り押そうとすることは、断じて許すことはできません。